はい、ドラゴンスレイヤー4続きいきましょう。まあおそらくこれね、右に行けってねなってるので、右に行くんですよ。右の階段に行くと。で、下の階段、あれは多分リセットできるっていうことだと思うんですよね、間違えた時のために。ほらね。なので、まあちょっと考えたっつうのが、ちょっと待って、こうして、とりあえずもう寄せると。単純に、この右、今いる右側のやつを左に持ってくればいいだけだから、こうして、スンと。で、あーむずいな。あー危ねえ。下やっちゃうとダメだからね。これはこうでいいと。こう、よしよし、オッケーオッケー、そういうことそういうこと、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、ナイスいいよ。で、こいつは普通に倒すと。で、ずーっともう右行って、ずーっと右行って、下降りて、また左行けってなってまして、あ、びっくりした、行けると。ああ、そうか、それで、敵待ちってことか。いや、よくできてるな、これな。よし。で、鍵があって、こっちも行け。うわ。これなんだろう、怖えな。でもこれ、下行けってなってるのよ。敵かもわかんねえけど。あ、やっぱ敵だ。これやめよう。ダメージ受けたから。で、ここ行って、で、下行けってなってんだよね。いやー、でも、ってことは、右側からなんか行けるっていうことっすよね。一回下落とそうか、これ。こうして、こう、あー、違うのよ。まあ、いや、押して、これはもう左よ。こう、よし、左よ。で、こう、ナイス。で、多分落ちる階段があるのか、もう穴がどっか開くんでしょと。うい、ビンゴ。でもこれ戻れないっすね。で、こう左行くらしいんですよ。そうっすよね。そうっすよね、ちょ待って。ちょ待ってね。そうみたいっす。本当か？ちょ、まあ、左行きましょう。ショップある、ショップ。なんか帽子みたいなのある、クッキーみたいなのあるけど、下。ね、ショップ。ショップ、これ買っとくか、45だし。一応、これ買っときますか。ちょ、怖いけどって怖いから。で、なんかありますよ、と。で、バカな、くそマジか、やーべえ、ハマったわ。ちょっとこれは書いてないっすよ、どこにも。これ抜け、あ、そっから抜けられ、あ、抜けられた。一応危機は脱したけど、脱したけど無理じゃね。いや、こんなん書いてねえからよ。どうすんのこれ。ここは渡れんのか。一応宿屋までは行けますよと。いや、宿屋行けて帰れる。ちょ待ってね、これどこまで落ちた、これめっちゃ落ちてない？ガッて落ちて、ちょっといいですか？そんなとこある？ああ、ここか。すげえ落とされたね。いや、こっから、いけ、これ、なんか厳しいらしいっすよ。左下行かないといけないらしいんだけど、行
けなくねーっていう。ガーって。だっていけねえっすよね。一回止まりますか。一回止まりまして。とりあえずこれいただいとい、ちょ待って。まあ、いっか、いただいて、あ、そっか。セットしとかないとダメなんだよな、多分な。これいける?いや、まあ、敵がいるから、まあ、最悪、なんとかして帰れるっていう可能性としてはあるけどさ。え?むずくね?こうして?ああ、上、帰れるんだ。ああ、行けるんだ、一応な。そのための宿屋か。はあ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 、こっち戻れると。だから10ゴールド ?10 ゴールドは絶対お前持っとけよってことね。どこで落ちた俺。なんか宝箱で落ちたよな。左、ガッて左行くらしいんすよ。ショップ行けたよな。ショップまでは行けたのよ。そこら辺で落ちたよな、俺な。で、なんか左にガッて行くらしいんすよ。何回言うんで。お、ここでも落とされる。マジか、これ。今、よかった。スーパーダッシュできるからさ。じゃあさっきさ、俺、たまたま落ちなかったの、ここ。やばくね?そんな初見でわかるわけねえじゃんって。ここは大丈夫なのね。で、これを、あ、これ、ポーションですね。で、なんか左行くらしいんですよ。ここは大丈夫なんか。怖っ。これ、ロンダルキアじゃねえか、全部。怖っ。ここ大丈夫ね。よっしゃ、行けた、ラッキー。あ、ここ行けんだ、やった。で、宿屋泊まれると。宿屋泊まるためにさ、お金ちょっと稼ごう。ああ、無理か。いや、怖っ。こんなこと書いてねえからさ。で、これ、下行って、下行って左行くらしいっす。下行って左らしいっすよ。針じゃん。すぐ来るし。大丈夫なんかこれ。いや、待て。これ、ねえ、これなんかね、積みますって書いてあるんですよ、下手すると。これ動かしていくわけか。ちょ、待ってね。とりあえず、全部動かして、これを右に動かさないとダメってことね。こうして、右!ちょっと待て、怖い。あれ?これをね、右に動かすらしいんですよ。うわ、違う、もう無理じゃん、これ。おいと。いや、積んではないのか。これで変えられるからね。いやー、むずいぞ、これ。これで、こう。むず。これで右、これを右に動かし、これさ、あ、いけないね。いや、むずい。かなり難しい。これ、できます?なんか右、あー、微妙だな。ちょっと待って、左押してってダメだよね。これこうしてってさ、
あ、いけた。よし、ナイス。OK。こうして、こうか。で、こうで、ショップがあって入ると。よし、ここでまた買ってくださいと。買えねえじゃねえかよ。買えねえじゃねえかよ。金がねえんだよ。あ、そう。え、ここで稼げってこと？いや、無理無理無理。いや、無理だわ。これマトックまた取りに来なくちゃいけないの？これ。なんか可愛い猫ちゃんみたいのいるけど。で、これを、これガーって、ガーってまた右行くらしいっす。またパズルじゃねえかよ、これ。これ下が、そうだよね。これ、おー、パン、ナイス。あ、でもこれは普通にこうして、こうして、無理くね？こういけないっすよね。だから、まずこれを、こう持ってって、まあ持ってきますと。え、これどうすんだろう？え？無理じゃね？これ。あ、これどうすんのよ、どうすんのよ、これ。これ穴開いてるとかじゃないと。え？これは左押して。ああ、そういうことか。わかったわかった。先に。これを左押して、で、上に排除しちゃうと。で、こうか。いや、意外に簡単でしたね。で、こうして上持ってってあげて、こうだと。で、ここややこしいんで、これにしてあげて、スン、スン、スンと。よし。これもな、持って、持ってった方がいい気がするな、これな。なんとなくだけどね。なんとなくね。で、あ、まあ大丈夫か。これ右に持ってってあげて、これよね。どうなんだ。とりあえずこれ下落ちて大丈夫だよね。情報、あそこに宿屋あると。え、これどうすんだ、これ。あ、よしよしよし、何回落ちてんねん。これいけないよね。なので、ジャンプはいいとして、これ、右か上、どっかしらいけないと、上いけないとちょっとやばいよね。やばいっつうか無理だよね。ここも上、嘘でしょ？おい、どうすんのこれ。これ右とかない。嘘。いや、生き方わからんなぁ、これ。ここハマっちゃったから、あれさ、こうして
ちなみに下を動かしてこうこうやん、こうかこ、あーなるほど。でもちょっと足りないと、あー行っちゃったよ。2マスしか行けないから、足りない。ただこれこれを、じゃむずいね、むずいむずいんすよこれ。ちょっと待ってね、これを、あ、こうこういうことか。うわーすげえ、なるほどね、よくできてるわ。一回止まろうか。いや、いっか、ちょもったいないから。これはどっちだ、ちょっと待って、これ一回外して、外した方がいいな、外してちょっとよ、あーちょちょちょ、様子見様子見、外して様子見した方がいいな。変に動かすとやばいからな、これね。結構ギリ、マジギリじゃんなんすよこれ。いや、お前何やってんだって思うかもしんないけど、これね、すごい難しいのよ。ここいけない。じゃあ、これはさすがに、だから、こうしとけばいいのか。こうしとけば絶対大丈夫だと。めちゃくちゃ。もうむちゃくちゃじゃん、これ。だ下、あれ、多分下が、多分これがね、あの救済ですね、救済で、あ、でも意外に楽じゃないこれ。右押してさ、うわ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 、なるほど。あ、でもまあいけると。待て待てと、一回乗っかるぞと。わっかりました、これ持ってかないとダメですね多分。あのね、あれ、あ、ここ下落ちるってことか。むず。これは、これ右上持っていける？こんな感じで。いやー微妙だな。ここ落ちるんだよね。落ちるのはいいとして。そうか、そういう感じなん？足りないんですよね。すべてが足りないので、これ、なかなかだぞ、これ。こっちから持ってこいってことか、これ。こっちから。えぐくない？えぐいよ、これ。だから、まず上行って、最初からやり直しか、これもしかして、左の。だから最初からやり直さなくても、マジで？ちょっと待って、マジで。でこうし、ちょっと待って。いや、これは、これなかなかだぞ、これは。すごい頭使うね。曲がこびりついちゃう。こうして、持っていかないと、ダメってことこれ。あれ？あれ上行かねえぞ、これ。よし、行った。
いやでもそうか、あそこにリセットがあるってことは別に持ってかなくてもいけるっていう可能性はあるな。わざわざ一個前に戻って戻ってこなくても大丈夫よだと思うんですよね、これ。でもこれはだから下でこうしてこの技が使えると。でまあもう一個やった。あ、どうやっていったっけこれ。ちょっと待って、やばいやばいやばい。これは、あ、そうか、こうしてまあ落ちるけれどもって言ってたんでしたっけ。こっちの方がいいのね。で、あわよくば一個持ってくと便利かもしれんみたいな感じ。これえ、そこまでやんなきゃいけない感じ。これドラゴンスレイヤーってそんなんなん。これあ、でもこれ下行かないからな、多分。あ、行くんかい。いや、これは、無理しないで、こうしてあげて、で、斜めに持っていくと。もう、うわー、ちょっとやめてー。やば。もう、意味がわからん。え、こんなことまでする感じなん。で、こうで、まあ、一つあって、一応一つ持っていけるのよ、これ。一つね。こっから、上ゴンってやって。もう一個あれずらさないとダメだったのか。いや、一応っていうか、いけますね。そんな、あれですこれ。こうしてって感じよね。いや、多分ね、そうじゃなくてもいけます性的な感じだと思うんですけど、まあ、あると便利よね。あると便利な。いや、でも、ないか、無理か。無理だわ。持ってこれないっしょ、これ。持っていけないわ。あ、だからでも、ここで、ちょっと待ってね。これ一個下げようか。一個下げて、これ上行ったらどうなの。上行くと上行けんだ。なるほど。上行きたいね。上行きたいんで、こうか。で、ま、とりあえず上行ってみたと。そうすると、上に行けると。ちなみにこっか、なるほどね。OK。いや、ちょっと当初の予定と違うけど、これで、うまい感じで、これを移動させていって、いければまあ超えられたと。でこうこれを下に持っていくと。
おし。ちょ待ってね。おお、冷静になれ、冷静になれ。これも持っていった方がいい可能性があるから。これはひとまず、これボン、これは大丈夫だよな、ひとまずな。で、ちょっと様子見させてよ。おお、ここほら穴、こわ、うーわ、これちょ、やばい。大丈夫、慌てるな。宿屋はある。宿屋はあるから、よし。危ねえ。ってこれ罠だよな。あー、なるほどね。あ、そこは大丈夫だと。はいはいはい。あ、よくできてるわ。で、この3マスは絶対超えらんない。これ、怪我の巧妙ですね。うわ、ちょっと。で、これで、OK だと。え、上行くの？これ、宿屋は大丈夫。なはず。で、ちょっと待って、これ、でもとにかくこれ、マップによると、全部右行けってなってるんですよね。え、本当に？これどこよ、ここ大体。え、そんなマップある？これ。ガーって落ちてきて、ああ、全然まだあるわ。全然余裕であるわ。で、あの階段行かないとダメらしいっすね。階段行かないと、階段の右から落ちられるらしいっす。やるや、止まりますか、一回止まりましょう。ね。はい。じゃあね、次回。まあ、持ち物はこれでいいかな。次回ですね、この先を進めたいと思います。意外に時間かかると。なんかね、攻略サイト見たらもっと楽にいけるかなって思ったけど、そんなことなかったっていう感じです。では引き続きよろしくお願いします。テッシーでした。失礼します。